いや、レンズには問題ないんですよ。拭いてもね、変わんなくてね。あと写真の時とかは、そうか、なんかショールームの時だけなんだよね、粉になるの。まあ、でも気になるな、嫌だな、すごい嫌だ。嫌 だな、ちょっとどうにかしたい。でも分かんない、原因が。ちょっとまた見てみようと思います。アプリの問題なのかな、やっぱり。いや、フィルターはね、フィルター フィルター？え、フィルター？え、フィルター説？いや、それはないか。フィルター説？え、でもこれそれ。でも何もつけてないから。え、でも変わりました？でもこれで変わんないか。なんか暗くなった。え、これってもともとのやつ？やばいやばい。え、これ曇ってます、これ。いや、曇ってるな、なんか。このフィルターはもともとのやつなのか。何なんだろう、ちょっともう一度カメラを見てみようと。イエーイ、皆さん、イベント7月3日の、あれどこであるのかな ちゃんと見てなさすぎるイベントに出演させていただきます。イエーイ、はーい。やっと発表された。幕張か、幕張だ。幕張であります。やったー 待ってまーす。8、今回は8だね。8人とも8の選抜ですね。楽しみ、嬉しい。夏、暑そうだな。暑そう。夏のイベントが一番楽しいからね 一番楽しいから、本当楽しみ。楽しみましょうね。で、セトリも楽しみ。夏曲イエーイ。かわいい。これ何？竹本さん、ありがとう。何これ、バッチみたいな。イエーイ。イエーイ。楽しみが増えたね。やばい、気になってしまう。気にしたくないけど気になってしまう、画面の曇り具合 待って、ウケるな、本当に嫌だな ちょっと気にしたくないと思って気にしないようにしてたけど気になってしまう ちょっと嫌すぎる、本当に。何なんだ
もうやめます。気にしない、もう気にしないですもう私は気にしない。エフェクトつけてるみたい。全くつけてないんだけど。ちょっと笑ってしまうけど。あああ、なんか声が出づらい気がする。ああ、ちょっとこの曇りのお話はもうやめましょう。気になってしまう。イエーイ。いやね、前髪伸びたな。いや本当にダメだ、笑ってしまうんだけど笑ってしまうんだが待って、やっぱもうみんなめっちゃこれめっちゃ気になるよね。それは気になるよね、すごいみんなへ。もう申し訳ないです。なんで、なんなんだろう。いやこれはさ、拭いてもさ、これね、ほらすっごく綺麗な、もう何にもないティッシュです。時間もめっちゃ拭いてもね、変わんないんですよ本当に。え待って、めっちゃ綺麗になったくね。えちょっと待って、あれちょっと待ってくださいね。おっと待ってくれ、えめっちゃ綺麗になったし、えなんで、なんで、すごいこの電車魔法のティッシュです。めっちゃ綺麗だった、嬉しい、やったよみんな、みんな、えなんで、ちょっと、えいやずっと布とかで拭いてたんですよ、ティッシュじゃなくティッシュ以外の綺麗な布とかで拭いてたんですよ。変わらんなって思って、皆さんこのティッシュがすごいんですよ。え、なんで普通に汚れててだけだったの。やばすぎる。最初からティッシュで拭けばよかった。え、ちょっと今のは面白すぎる。だってさ、ほらね、買わないんですよって言ってたらキラキラ。面白かった今の。よかった、拭いて感謝、ありがとう。私のお気に入りです、お気に入りです。やったね、ありがとう。おかげで綺麗な画面でお届けできます、よかった。ずっとさ、画面もモヤモヤしてるし心もモヤモヤしてたから、すっきり爽快、ありがとう。タワー来てるよ、ありがとう。いいぞ、ありがとうございます。画面が綺麗になった、綺麗、うん、ありがたわ。え、やばくない、めっちゃ綺麗じゃないですか。え、なん、こんなにこんなに違うもん、もう全然、なんなんだこの違い、素晴らしい、綺麗。面白い、めっちゃクリアだね。さあそれでは画面が綺麗になったところでよかった、ウキウキイエイ。面白い、
通の画質に戻った。よかった。そう、今日はいっぱいお掃除した、お掃除したんですよ。ちょっとまだしようと思うんですけど、天気良かった今日。一週間くらい。かりんちゃん T シャツとペンライトが届く。おお、ペンライトと T シャツ、やったー。ありがとうございます。どれどの、果たしてエイトの日はあるのかね。いや、さすがにじゃない、さすがにもうそろそろ発表あってもいいんじゃないって感じですけど、いや、さすがに8周年の8周年ですね、8周年を迎えましたし、いや、すごいね。ね、もうそろそろ不安になってくるよね。え、もしやないない感じみたいな。だってもう2ヶ月もないもんね。2ヶ月か、2ヶ月ちょっと、ん、2ヶ月、2ヶ月もないか。そろそろね。とりあえず休み取って8日はね。うん、どこで発表だろうね。29日お話し会をしまして行くよと思う、行くと思う、待ってるから。ありがとうね。あるといいね。みなちゃん、かりちゃんのダンスかっこいいって言ってたの聞いた？いつ？いつも言ってくれる、ゆなちゃん。イエーイ。あー、ショールームとかでね、確かに発表ありそうですよね。うん。みんな動画上げてほしい。もうちょっと待っててね。え、でも本当にこうやってみんなが待ってくれてるっていうことが嬉しいですよね。本当に今みんな必死で編集を頑張ってる。そう、撮るのはいいんですけど、へ、まあまあ撮るのも今みんな大変ですけどね。編集ね、時間がかかってね。頑張ってます、頑張ってます、頑張ってますよ。待っててね。ねえ、いつの日なんだろうね。でも8周年は舞台やったし、そろそろエイトのコンサートね、やりたいですよね、やりたいですよね。エイトのコンサートやりたいなって。ね、イベントとか劇場とか舞台とかたくさんね、もう本当に楽しいですね。なんでそろそろね、そろそろコンサートお願いしますって感じでね。それだ、コンサートやんないと生きていけない。私もメンバーも同じ気持ち、ファンの方もそうだよね。
踊りたい。今何食べたい？今はなんだろうな、今お腹空いてないですね。アイスが美味しくなる時期だね。まあアイスなんて年中無休で美味しいんですけど、夏は特に美味しくなる。これから何時まで配信しようかな。45分になったら終わろう。セブンの丸ごとしちゃう。アイスのでしょ？わかるよ。マンゴーとかさ、キウイとか。え、めっちゃ美味しいよね、あれ。わかる。初めてマンゴーのそのアイス、バーのやつですよね。めっちゃそのアイスを初めて食べた日を覚えてるもん。小学生くらいの時に母が、これめっちゃ美味しいからおすすめって言って食べた。めっちゃ感動したのを覚えてる。本当に美味しいよね。わかる。いろんな味ある。美味しい。わかる。うん、アイスの実も好き。私は、あ、そう、あのね、あのカフェホワイトモカ味みたいなアイスの実あるじゃないですか。あれが好き一番。マンゴーって美味しいよね。なんかマンゴー子供の頃嫌いだったんですけど、最近すごく好き。めっちゃ食べる。なんかさ、フルーツヨーグルトとかにさ、パイン、みかん、マンゴーみたいな。マンゴーが嫌いってことはないけど、なんでいつもマンゴーって入ってるんだろうって思って、全部最初にマンゴーばっかり食べて、でパインとみかんを残すみたいな食べ方してたくらいちょっと嫌ってたんですけど、最近すごく好き。ホワイトモカ美味しいよね。あ、なんか、あ、あ、明日すっごく緊張する用事があるんですよ。めっちゃもう不安、もう言えなくないよってくらい緊張する。
る予定があるんですけど、もう不安すぎる。ああ頑張ります、応援してください。だからそれを乗り越えれば私の心がだいぶ楽になる。それは踏ん張りどころです。踏ん張りどころ。いやそんな緊張するようなことでもないんだろうけど、緊張しいな、緊張しいだからまあいいことです。今日垂れ目に見える？本当？私って垂れ目なのかな、釣り目ではないと思うけど普通目。あてかさ私さなんかさめっちゃ目つきが悪いってよく言われるんですけど、あの何第一印象もすごい怖いっていう風に、顔が怖いっていう風に見られがちなんですけど、それは私の目にある原因があるんじゃないかって最近思って、あれでも今さ今見るとそんなことない気がしてきた。なんかあのなんだっけ三白眼ってわかります？目のなんか黒目がここが開いてるみたいな、目つき悪く 見られやすいみたいな。えめっちゃ言われる、目つき怖いみたいな、目つき悪い第一印象絶対怖いって思われがちか、思われがちな。私怖いと思ったことない。それはえ本当？なんかメンバーとかからもよく言われます、第一印象めっちゃ怖い人だったみたいな実際はそんなことなかったけどみたいな。三白眼気味なんじゃないか、三白眼の人はなんか目つきが悪く見られやすいらしくて、それ説、目がなんかいつもこうやって顔作ってるとそんなことないんですけど、真顔で正面見たらえそんなことそうかもしれないみたいな、最近気づいたんですよ。カラコン入れようとしたらなんかあれと思って、そうかもしれない。でもいいですよ、なんかめっちゃエモい目三白。小松菜奈さんとかエモ。もうさいつもさこうやってするとさ分かんないじゃないですか、もうこうやってさ孫になったらさいや目つき悪い、目つき悪いな、目つき悪く見えるだけなのか。黒目がさ上の方にある感じないですか、ほら下がさ開いてるでしょずっと、これが三白眼っていうらしいです。三白眼の人は目つき悪く見られやすい、だからこれだって最近腑に落ちました、腑に落ちた、そう納得しました。多分目が大きいからだと思う、目が大きいか目がそう目が大きすぎる怖いって言われるくらい。そうなんでこんな話になったんだっけ、ね、無表情怖いよね、なんか怖い怖い怖いって言われがちです第一印象ね。あでも話してみたらもう全然そんなことなかったって言われます、真逆だったって真逆。
当？めっちゃ言われる。絶対ほとんどの確率で言われる。あと不機嫌に見られがち全然みたいな。でも本当はそんなことないです。そういう顔してるだけ。ちょっと優しい顔になりたい。そう、中身はめっちゃ優しいですよ自分で。本当は顔はあれ怖いかもしれないですけど、中身はもうめちゃくちゃいい人ですよ。大丈夫です、安心してください。中身はめちゃくちゃ優しい、優しいです。神です。確かにマスクしてるからっていうのもあるかもしれない。目だけしか見えないじゃないですか。怖く見られがちかもしれない。でも自分の目はとっても好きなので、ウェーイ。いつもニコニコされますよ。いやでもそれはそれでやばくないですか。なんかいつもなんか笑ってる、ニヤニヤしてるみたいな。やばい人って思われるかもしれない。ね、私めっちゃ自分の一番のチャームポイントは目ですよ。目っていつも言ってます。自分の目好きです。自分のな顔の中で一番目が好き普通の目だけど別に特徴もない普通の目だけど。鼻はね、普通かな普通かな別に好きでも嫌いでもないけど、別に好きではない、嫌い、どっちかというと嫌いか。でも鼻高いねって言われるんですけど、まあ、うん、低くはないと思うけど、別に好きではないかな。普通、うん、普通普通の花。目、私目、弟とかめっちゃ似てるって言われる。目が一緒。花、普通の花です。口が好き、口は嫌いかな口は嫌いかな。え、目大きいとゴミ入りやすい。マジ、え、そんなことあるって思われがちだけど本当にそうなんですよね。虫とかめっちゃ入ってくるんです。めっちゃゴミ入りやすい目。そうなの、本当にそうなの。虫めっちゃ来る、やめてほしい。顔面の話イエーイ。そう、自転車乗ってる時めっちゃよく、ほんと嫌だった、ほんと嫌でした。すぐ虫とか入ってくる。目薬差しやすってよく言われる。目薬が苦手ですけど、どうなんでしょうね。そうだよね。でもきっと、
日お手紙出すね。やったー、お手紙大好き、お手紙大好きマンです。いっぱい待ってる。うん、白旅しなくなった、よかった。てか明るくしたい、暗くはないか、なんかさ綺麗に明るくしたい。どうですかこれとか、フィルター感あるかな。すごい、でもなんか加工された感じする。加工してないけど、ちょっと今日はメイクを全くしてないからお肌を綺麗にしてみたいですね。お、すごい、これは不自然だ、これは不自然だな。ちょっと消してみようかな。これくらい、もう変わらんかな。あ、明るさってあるじゃん、フィルター。明るさをちょっと、おー、でもこれはちょっとちょっと加工感強いか。本当にお話し会の時めっちゃ加工すごいよね。くっきり、何くっきり、お、すごい、なんかなんか、あ、クマ取り、クマ、私あんま、あ、すごい涙袋が消される。ほうれい線、ほうれい線は、歯を白く。ちょっとあんまやっぱりいじんない方がいいですね。ちょっと私は加工が合わないタイプ。ちょっと明るくしました。眩しいかな、なんか。暗くないですか私普段。大丈夫かな、わかんないんだよ。結局戻しました。あ、白目を白く、そんなのあるかな。あ、ないですね。瞳、あ、瞳キラキラみたいな、え、ああ、おお、少し輝きが、ちょっとダメだ。消します。恐ろしい時代になった。いやいや、加工が合わない顔だから。大丈夫だね、十分明るいですよね。今日は月曜日か、みんなお疲れ、月曜日よく頑張ったよ、お疲れ、みんなお疲れ。明日は火曜日です、ね、火曜日か、え、でも月曜日乗り越えた、偉いぞ、みんな偉いぞ。うん、明日はね、朝はそんな早くないですかね。でも早起きしようと思ってる。起きれるか分かんないけど。
餃子食べたい。あ、一番今食べたいもの餃子かもしれない。意外とがっつり系だった。餃子が食べたいですね。すぐ眠れる人、あーでもすぐ眠れる人だと思うけど、最近は本当寝るの遅いんですよ。もう本当にびっくりするぐらい遅くまで起きてて良くないんですけど、もうさサイクルできちゃって、もう遅くに眠る体になってきちゃった。良くない、マジ良くない。でもそれに慣れてきちゃって直さなきゃ。餃子、ラーメン食べたい。マリアちゃんが言ってた東京駅にある餃子屋さん美味しかったよ。え、行きたい。マリアちゃんが言うなら間違いなさそう。餃子好きなイメージ。ママの餃子食べたい。明日は頑張っておきます。だから今日も早く寝なきゃ。あ、もう46分だ。やだやだ、早い。時間が経つのが早すぎる。いやいよ、皆さんお付き合いいただきまして、明日頑張る。やだ、もう明日が来ないでほしい。ってぐらい緊張してる。頑張る。明日を乗り越えれば幸せが待ってるから。頑張ります。みんなも頑張ろうね。明日頑張ろうね。応援してます。みんな応援し合おう。明日ファイト、ファイティー。頑張ろうね。前から口元に向かって急に。ありますよ、ずっとあります。イエイ。じゃあ皆さん終わりましょうか。ランキング読みます。13位天塚でさん、ありがとうございます。10位秀次郎さん、ありがとうございます。9位日賀さん、ありがとうございます。8位関西冷凍師さん、ありがとうございます。7位桃館さん、ありがとうございます。6位まさやさん、ありがとうございます。5位ジャニングさん、ありがとうございます。4位ジャムさん、ありがとうございます。3位タートシさん、ありがとうございます。2位竹本さん、ありがとうございます。1位イーさん、タワーもありがとう、ありがとうございます。ありがとう、急に始めたけどありがとうございました。おやすみ。明日も頑張ろうね。じゃあまたね。ありがとうございました。バイバーイ、おやすみ、またね、バイバーイ。